白滝遺跡は、北海道門別群円軽町阿座城白滝に、所在する北海道地方における後期旧石器時代の代表的な遺跡であり、70余りの遺物出土地点の総称でもある。十勝三又、オケトと並ぶ、黒曜石の大原山地である。白滝遺跡は、雄別川の岩の標高約420メートル、東西約200メートル、 幅数十メートル平坦になった大地上に位置する。異物の種類と湿度状況から1と2の文化層に分けられる。白滝2の文化層の石器群には、有別技法によって作られた船底型石器が検出されている。1ではこの技法は伴っていない。放射性炭素年代測定法と黒曜石の水和層測定法によれば、1が、 BP2 万から1万5500年、2が BP1 万5000から1万2000年である。本遺跡と対面する八号、沢上流の山中に大規模な黒曜石の露呈がある。白滝村は、日本最大の黒曜石の産出地として名高く、石器時代の遺跡が多い。 1989年に1月に約2万2000平方メートル。1997年に遺跡群の中心的部分の約33万平方メートルが国の史跡に指定されている。1927年、東馬英二によって発見された。旧石器時代の遺跡であることが判明したのは1953年以降の吉崎昭一の倒査研究による。 白滝遺跡は昭和20年代末に名付けられた白滝遺跡群の一つで白滝1 3遺跡ある昭和30年代の初めに小規模な発掘が行われ地表下約2メートルの遺跡方岩層から船底形石器、草器、掘り木、殺器、石人などが見つかっている昭和60年代になって木材搬出道路工事の際に 多数の石器が露出し、その後遺跡破壊の恐れが出てきたため保存計画が立てられ、発掘調査が行われた。地表の約1メートル下から、有別技法による採石陣を含む石器群が現れた。これらの石器は460万点、10トンにも及ぶ多量である。石器の種類は、大小の戦闘機、大型両面調整石器、 船底形石器などが多く、各種の採石人格もあり、それらの石器の接合資料が多数得られて、製作状況がわかる。本遺石においては、旧石器時代では、北海道全域、カラフト中部まで、縄文時代では、北は、宴海州はムール川口付近、南は、新潟県にまで及んでいる。ありがとうございます。